1984年の世界ラリー選手権は FIA 世界ラリー選手権の第12回大会となる。前年同様全12戦でタイトルが争われた。スティグ・ブロンクビストがチームメイトの前年度チャンピオン、ハンヌ・ミッコラを抑えてタイトルを獲得した。アウディは2度目のマニファクチャラーズタイトルを獲得した。バルター・ロールのアウディ、1984年のラリード、 ポルトガルドイツのアウディスポーツがトップドライバー4名、前年度チャンピオンのハンヌ・ミッコラ、スウェーデンの新生スティング・ブロンクビスとチャンピオン経験者のバルター・ロールにパートタイムとしてミシェル・ムートンを要してシーズンに挑んだ。マルティーニ・レーシングはマルク・アレンを第一ドライバーにミキビア・アシオンとアッティリオ・ベッテガを加えるという体制であった。また、ランチアのボス、チェーザル・フィオリオは アウディは来年トップ4ドライバーを獲得する。2名だけで、これに対抗するのは難しい。と語り、ヘンリー・トイボネンをポルシェから獲得した。ミシェル・ムートンのアウディ、1984年のラリー・グレート・ブリテン・ブロンクビストとミッコラは、アウディ・クア・トロエーニでシーズンを支配した。ブロンクビストは5勝を挙げた。アウディは、序盤8戦で6勝を挙げシーズンを早々にリードし、 このうち開幕2戦は表彰台を独占した。ミッコラは表彰台8回という安定した成績であったものの、結果としてランキング2位であった。アレンはランチアラリー037で1勝しか上げられず、ランキング3位がやっとであった。シーズン後半にアリバタネンがプジョー 205T16 で復帰し、終盤4戦で3勝を上げランキング4位に入った。 また年のパフォーマンスは、ジャントッド率いるプジョーがアウディを打ちのめし、翌シーズンにグループ B を支配する兆しを見せた。前年同様ドライバーズランキングは、前線の結果が有効であったが、マニファクチャラーズランキングは10戦のみが有効となった。ドライバーズタイトルのみのイベントは、スウェーディッシュラリーとラリーコートジボワールであった。ありがとうございます。